はい、えー、今回は、えー、NHK 杯の、えー、準々決勝から、えー、柴野虎丸名人王座対、えー、一力両 NHK 杯の一局を紹介したいと思いますはい、えー、そうですねこの両者がね勝った方が、えー、優勝者になるんじゃないかというぐらいねはい今勢いがある二人ですねはい、えー、柴野さんの、えー、黒番です 片付きからねはい局面が動きました、はい、まあ、一応ねこうやるとこういうような感じですね白はねはいまあこれに対してまあこうとかえー、これだとね手を抜く打ち方もありますかね例えばここでこう打ったりはいそういう打ち方だったりねまあ相手の手によって打ち方を変えようという手なんですけど実戦は係を打たれましたはい まあ例えば受けたら、えー、このようにね挟んでいくようなことも考えるんですねはい、まあ、実践はこのように打ってオサ、えー、えの価値が高くなったので、えー、それからは、えー、貼ったとと白もつけたんですねまあ普通はこう飛ぶんですけど、まあ、それだと三三に入ってね、えー、まあ一応そのような構想ですねはい 白もすぐつけたんですけどまあ、跳ねてね気合の気合で反発されました、はいまあ、こう跳ねてもこう跳ねるんでしょうかね、はいうん、まあ、例えばですけどこのような整、えー、形をしますね白はね、はい、こう跳ねたのははいこの場合はありそうな感じですね、うん、で飛んでてうん 少しこのハサミがね先にこういう手順を変えてね先にこういうような進行になったら絶対この時にねここを挟むことはないと思いますからはい、えー、それでこういうような進行になったので手順を変えると、えー、黒がねやれそうな感じがしましたね。はい ちょっと動きにくいですはいここでね今すぐに挟みつけていったのがね芝野さんならではの手ですよねうんそうですねどうするか難しいんですけど他にねまあ簡面にこうとか打てばね絶対引いてくれるので、えー、まあ冷静なんですけどね、うん、どうするですかねまあ滑りとか うーんなんかこうしっかり取って、まあ、ちょっとまだ味悪いとかって言われるかもしれないんですけどうん取っといてもまあなかなかな気もするんですけど、はい、実践は挟み付けから、まあ、こうなればね先ほどの図よりいい,のいいですので反発していきました。 ここでね局後に検討もされてましたけどねここ当てるんだったかとはいいうことですねでこういうような感じになってはいこれ打たないといけませんからねこの方があのー、黒のね出方が良くて、うん、こちらにもね影響せずに済みますので確かにこれなら黒が良さそうでしたねうん。 うんだとするとこう打ちますかねでもこれも抜かれちゃうとまあ例えばですけどこのような感じになったとしても、うん、これも黒いやれると思いますねうんこう当てるタイミングでしたが、うん、ふんわり封鎖した手がね この場合よくて一気に流れをつかみましたねはい、ここは目がないのが辛いところですねこうやってうんはいで出方がねちょっと嫌なところでこすんで出るのもここが効いてますからねこれは危ないですよね卓球の両のぞきにもなってますし危ないです、うん はい、ここから、えー、リズムがいいですよねうん仕方なく字で頑張りました、はい、この手も冷静ですね、えー、襲いかからずにねこのような手も考えたくなるんですけどまあこう,こういうところが効いてきますんで、えー、あんまり白もね封鎖すると自分が危なくなってしまいます、うん これ伸びたりするとそれこそかけられて今度は全部抑えられてしまいまして、えー、結構危ないかもしれませんね。はいですので飛んだと、うん、叩ければねあの不満ないんですね白は、うん。またこの手もね非常に普通は何かうんまあコスミとかね何か打ってれば無難なんですけど。 これでは勝機がないということで、えー、石をね接近してねくっつけていきました、はい、ただまあこのツケもいい手で、えー、形が崩れてますね黒はね、えー、一応こうやれば助かるんでしょうけど <laughs> ちょっとこういうのは形がないんですねこうまた割り込まれちゃって、うん、助けとも助けてもあんまりいいことがないということで、えー、もう捨てましたねはい、うんまあ、こっちの方が確かに勝機はありそうです、はい、白は冷静にね、はい、これなんかあんまり受けてたりすると この辺りからね、こう打たれて。また一気にね、白の方が危なくなってしまうんで。これも黒はもたれ攻めの一種ですよね。跳ねまして。うん、こう出たのが冷静ですよね。うん、抑え。抑えて何とかして、この石を切るんでしたかね。うん。うん、まあ、白はどうするのか。 このような感じで戦ってこられるとちょっと黒も自信ないんですけどね、うん、実戦はまあ注文としてはねこれから当たりを決めて、えー、何かねこう襲いかかろうということなんですけどはい白はこういうように冷静に打たれてはい、はい、まあ逃げてるだけじゃねちょっと勝機がないということで何かねこう打たれても。 で頑張りまあ、うん、相当危ないく見えますよね生きるだけが精いっぱいとはい実戦を取りに行きましたねあのどちらでもねこれでも良さそうな感じなのでちょっと迷うんですよね白としたらはい、まあ、このように打って うん、まあ確かに、まあ、実戦は並んだんですけど、まあ、このようにね本気で取りに行っても、えー、なかなか、うんまあ、まあこうなちょっと出す出されると嫌ですかねもう一回こうやりますかね、うん、まあこんな感じで打たれるとね まあ目がなかったようにも見えるんですけど実践は並びからまあ冷静に打ってはいこの時にまあ当然ねこう続けてこうやってねどんどんこう取っていくとねいくと当然思ったんですけどえーこうやって。 生かしてねここに打てればもう結構勝ちなんですね。試合がはっきりしてるということではい、うん、生きてね生きて負けるっていうのはね相当プロにとって一番つらいところで、うん、こう打たれたらもう本当にね、まりましたというような感じでしたかね。はい結構、試合はねはっきりしてるんですね。うん、えー そうですね終わってみればこの賭けからね一方的な展開で、えー、この両者にとってはねめず珍しいかったでしょうかね、はいえー、ちょっと黒は一度もねチャンスをつかめないまま、えー、終局まで、えー、行きましたよね、はいえー、そうですね一番の強敵を倒してね一力さんがまた、えー、連覇に、ね、近づいたのかなと思いますね。 じゃあこの辺りでこの対局は終わりにしたいと思いますはいそれでは失礼します最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします